ビッグモーター騒動と並んで今話題の真っただ中にありますエッフェル塔のねこの問題なんですけどもその中の一つとしてこの議員団がファーストクラスで行ったんではないかという疑惑がありましたけどもそれをねこのエビデンス付きの写真といいますか噂の元になった写真を発見しましたのでそれを元に検証したいのと後半は今回の騒動の中の中心人物である今井絵理子さんなんですけどもこの今井絵理子さんをやたらめっ たらと擁護するねハシケンことあの懐かしの不倫相手のハシケンさんのことをね取り上げたいと思いますまずはじめはねこのファーストクラスなんですけどもこれいいですよねこれあの JAL のサイトから撮ったんですがそりゃこんなのでね海外移動してみたいですよ私だって今までね一回だけ関空から JAL に乗って でタイに向かった時にね、あのビジネスクラスに乗ったことありますけども、まあこれ非常に安いチケットね、でもね、ビジネスクラスでもすんごく良かったんですけどね、まあこんなもんに乗ってフランスまで14時間旅をしたいと思うんですが、さあ、そのね、問題の写真なんですけども、はい、これご覧ください。これ見覚えあると思いますね。今井さんがパリのシャルル・ドゴールツ空港に着いた時に、ドゴール空港に着きましたっていう形でキャッキャ言いながら、 上げたツイートの1枚の枚写真なんですよねで今回のねファーストクラスで行ったんじゃないかっていうのはまず一つは単なる噂でしょうどうせ豪華に行ってんだ税金使いやがってっていう、まあ、そういうね厄介も含めたそういう噂が一つそしてもう一つはこの写真を持ってですねこれが証拠だということでどうもこれが炎上元だということなんですけどもこの写真よく見てください。はい、次なんですけどもこれ 赤丸打ってあるでしょ。どうやらね、これが証拠だということで、ネットが騒然となったんですけども、アップにすると、ドンこうなんですよ。なんかあそこにね、赤いものがチラチラーとこと見えてるじゃないですか、まあ。いわゆるタグというやつで、えー、この前のこれ女性だと思うんですけども、この女性がね、えー、この、まあ、つけたね、スーツケースにつけたやつでございますよ。で、これは、あこれ右、はい、この写真、どうです ファーストクラス、JAL のファーストクラスということで、プライオリティというふうに書いてあります。このタグじゃないかということで、これが証拠でファーストクラスに乗ったんだということが、どうもね、お話が大きくなったらしいんですけども、ただですね、これに関しては、ちょっとおかしいと思いますね。はい、もう一度写真を元に戻しますけども、これ今井さん写ってます。で、このタグがついた女性が、あこの今回の議員団の1個、 一行であればあファーストクラスに乗ったんじゃないかってことはわかるんですけどもこれは背後から見て分かりますように女性ですよねまあおそらくこの一行と言いますかまあ、一行じゃない女性かもしれませんけども、うんまあ、とにかく女性であるとでただですね今回ファーストクラスに乗るとすれば国会議員の4人しか考えられません地方議員の女性がファーストクラスに乗るというのはちょっとこれはもうあり得ない話ですのでもし乗ったとしても今井さんを含めた国会議員4人でしょう となると、なる人のの国会議員の女性がいたわけですから、あこの女性がね、今井さん、こっち向いてますんで残りの3人の誰かであればこれはなるほどということもあるんですけどもメンツとね、この後ろ姿を考えるとこの後ろ姿の女性はね、うん今回の、ね、国会議員に私は当たらないような気がするんですけどこれ、皆さんどう思いますか私もこれ顔見えませんから何とも言えないんですが僕はね、そんなような気がするんですけど皆さんもよく穴が開くほどね、一回見てみてください。 それともう一つ、面白しろいこれツイッター発見しましたが長崎のねこれ議員さん、今回同行した私も同行したんですということでこの女性議員がこういう形でねツイートを上げているんですけども私はエコノミーで行きましたよとね14時間も,もう大変でしたと。 しかも今回の旅行日程というのはもうきつきつで遊ぶ暇なんかないと、エッフェル塔なんか10分しかいなかったですよというふうに書いてるんですけども、まあね、いろいろ言いたいことあるんですが、まあ一つ言えるのは、この人は間違いなくエコノミーで言ってますね。私もこれはそうだと思います。これはね、地方議員はね間違いなくエコノミーで言ってますよ。ここまでねビジネスってことはないような気がします。ただですね、このツイートによって、 今井さんたち国会議員がビジネスクラス以上に乗ってるのはもうこれ確かですよね。もしですよ、一緒にここでエコノミーに乗っていれば、今井先生たちも一緒にエコノミーに乗ってましたよって書くはずでしょ。 絶対はずですよつまりここに書いていないってことはエコノミーでは絶対ないってことはもうこれで確定したと言っていいと思います。まあ問題はね、ファーストで行ったのか、それともね、ビジネスかってことになりますけども、国会議員はね、ファーストで行っても別に問題ないってことになってますので、うーん、この辺はどうなんでしょうね。ちょっとよくわからないんですけども、これもね、ツイートがボロボロ出てくるかと思います。だからね、自分で出せばいいんですよ。今回ビジネスで行きましたとかね、あと料亭 日程スケジュールこれを出さないってとこがおかしいと思いますねさあそして次なんですけどもはいこれがね橋しけんさんなんですけどもうんどうです 今回のツイートに関して、橋健さんが俺、文句言ってるんですよね。ふざけんじゃねえみたいな形で言ってると。でね、やけに噛みついてくるわけですよ。なんでこんな噛みつくんだろうなと。はい、元ね、神戸市議会議員の橋健さんということで、橋本健さんなんですが、これはね、この写真が5年前。 もう5年経ちましたね。国会議員でね、国会議員じゃないや、あの新幹線ですね、新幹線に乗って2人とも寝ていると、見事に写真を撮られてしまいましたと。しかもね、このような形で手をつないでなんてことも乗ってい いましたとまあねこれをすっぱ抜かれちゃったもんですから2人とも釈明に追われまして橋本さんは結局ねえ元々の歯医者さんに戻るということになってしまいましたまあね一生懸命擁護をしてるんですけどもうんもう少しちょっと見てみましょうかねこういう形でねこれ女性自身なんですけども記事いっぱい載ってますよだから不倫ちゃうてフランス研修で炎上の今井絵理子交際中の元神戸市議が徹底擁護と。 徹底擁護って書いてあるんですよね。さあこれもそうですね。なんかいろいろもちろんもうちょっと書いてあります。あただねここにもありますけども日本大使館が世話をしているというね指示が出てます。これはもうまず間違いないことでしょう。これについてはなぜかねあの橋本さんもね妙な理屈を立てて擁護してるんですよ。もうむちゃくちゃなんですけどもまあ次行きましょう。さあこれ。 さらに今井氏を擁護し続ける人物も、それはね、ここからですよ、それは17年7月に週刊新潮で今井氏との手つなぎ不倫疑惑が報じられた橋本側は、これね、市議であるということで、で結局ね、この時十18年10月に詐欺罪で有罪判決下されたんですけども、今井さんとの交戦はまだ続いているらしいんですよね。そしてツイッター。 をね、バン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 更新してるんですけどもうね気が狂ってるとしか言いようがありません今井絵理子議員をはじめ当女性局の彷彿が批判されてるけど何なのこれ多、はい、DM まで登場して狂ってるやんこれは私狂ってると思いますまず公金で言ってるわけでもないしと公金でございますこれ完全にこの人分かってませんね党の活動やし 党の活動それを問題視してるわけでしょだからそれを示せって言ってるんです自己負担もあるしたった30万円今井絵理子議員に批判が向かう理由が分からんみんな勝手に知ったくぶりでボロクソ言って恥ずかしいないんかんって恥ずかしいのはねあなたでしょと言いたいですもうね続くもんですからね、はい、上の赤枠また今井絵理子氏自分がどう見られるか考えて投稿することはできんかったんかねというこういう疑問を呈するユーザーには今の日本国民の反応をいちいち気にしたら政治なんかできないよと何言ってんだろうねいはい今井絵理子 他自民党の女どもは国民の税金を使ってフランスで楽しんでますけどねと寄せられた声にはだからなんで税金使って,て決めつけるんだろうって使ってるじゃないかとこれどこ見てるんでしょうねこの男はね、はい、橋本氏は31日にも今井絵理子に票を入れたやつ責任取ってと批判するユーザーにこれ今井絵理子のせいじゃなくね正当な正当活動じゃないのと反論別のユーザーが必死のようがな不倫とフランス慰安旅行と国会議員にもなって目立ったことを活躍のない今井絵理子なんか国会議員 議員になるべきはなかったんやと苦言を呈すると、これに対してもこう言い返したと。不倫ちゃうてと。用語も何もそもそも批判される話ちゃうからね。松川氏も今井氏も頭部で派遣されている立場やねんけどなと自腹まで切ってと。それで文句言われたらたまったもんじゃないな。俺ならぶち切れるとこやけど、お二人ともさすが国会議員ですわ。そして、下。 のの写写真、真、ご飯の写真どんどん撮ればいいよと。いや、撮ること自身何も文句言ってません。何も悪くありません。すべての人に誤解を与えだなんて無理な話。文句を言うやつは言う。理屈は通じない。自己負担があるから、なおさら安分で自由時間を作ってもらってもいいぐらいと。民間企業の出張に自己負担なんてないだろうよってことなんですけども。で、音喜多さんに対してもこんな形でね、ケチをつけ始めておりました。 ですよね、このツイートも見てれはね、うん、こ、えー、この記事に出てくる伊藤ね、えー、これいるじゃないですか、あの意味不明のこの左派のね、このコメンテーターみたいな連中です。あの男ですよ、伊藤というのは。で、この人間がむちゃくちゃ言ってるのはわかるんですけども、大使館がね、こういう時に子供の世話をしたりとかね、余分なあの買い物させられたりとか、 これ岸田さんの息子の翔太郎君の時もあったでしょ大使館員がなぜか買い物するとかね。こういうのはもう事実でしょそれをこれはね、この伊藤さんはたまたま指摘したんです。この伊藤って人はどうしようもならない人ですけども、この指摘はあってるでしょところがこれをむちゃくちゃとか言ってるんですよ。この地方議員、元地方議員、何にも分かってないとしか言いようがないと。ね。で、さっきのね、 長崎の地方議会の女性議員がね、エコノミークラスの写真上げてたでしょ。それに対してのツイートです。先生、このくだらない場所にわざわざコメントいただきありがとうございます。彷彿、お疲れ様でした。というふうに書いてあるんですよね。で、私の経験上、党の海外研修は極めて多忙なスケジュールでしたから想像に固くありません。地方議員はエコノミー、国会議員はビジネスというのが通例かと思いますので、ということで、じゃそれはそれでちゃんとね、報告せということでございます。いや まあね、えー、このミジンコマスさんもいろいろこうやって書いてますけどもいやでもねここに書いてあるのはその通りですよ外遊中の領収書公開これその通りでしょうで子連れだったことの説明はいこれもしてくださいそして出生率の低いフランスを外遊してそれで子供のなんか視察をしたとこれめちゃくちゃですよねはいそして 1>, 1億円かけて外遊結果、レポート提出と、で LGBT はまあまあこの辺はう、ね、ん々ありますけども、これ当然のこれは主張だと思います。で特に松川るいさんというのはねこんなような妙なツイートも上げてね、まあ、大阪直美さんが優勝したことを、ね、こおめでとうと、これはいいですよ。ところがね、ねここになぜか黒人とかそういう妙なこともぶっこんできて完全におかしな方向にい いますこの辺,、ね、辺の釈明一切ありませんし、えーこね、安倍さんを、ねえー、なんかもう裏切ったと言いますかな、ね、んでこういう方向に走っていくんでしょうね。で小沢一郎事務所私は本赤ではブロックされておりますので裏から見ておりますけどもこれに関しては正しいです。 今回の研修では日本大使館が世話をするように指示が出ておりますと30以上人以上の世話は大使館にとって大ごとですしその上子供の世話までさせるのかと不満は出たようですが議員と幹部の家族ですら仕方ないとですから仕方ないとなったようです権力の私物化あり得ないとこれは小沢事務所の言うとおりと皆さん思わないでしょうか、ね、昔もありましたけども今もそうか 外務省、つまり日本大使館ね、いわゆる一般の日本人が旅行なんかに行って困ったことがあって助けを求めても実に冷たいというは有名な話でしょうもう自分でなんとかせやと、はいはい、頑張ってね、これで終わりです。ところが、国会議員が来ると急、いそ急いそと動き出すで。もしくはですね、これはね、中曽根内閣もそうでしたしね、えー、他の内閣もそうだったんですけども、 訪米とかするでしょ首相がそして向こうの要人と会います。で、写真とか撮るでしょ。バチャバチャとこの途中にね。あの正式に並ぶ写真じゃなくても、ちょっとしたパーティーの写真とか立ち話してる。写真撮るじゃないですか。でね。向こうの大使館員っていうのはそういうところにね。一生懸命自分も写り込もうとしてね。後ろをうろ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 ちょろ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 するらしいんですよ。そうすると、例えばアメリカ大統領と日本の首相が立ち話をし。てる とこ,のこのツーショットにね自分がちらっと後ろに写,写り込んだ写真。 これがが欲ししししくてょょうがないらしいらんでですよね本当に最悪でしょうでも外務省も弱腰ということで有名で外国と摩擦を起こさないことが何かそれが外務省のね取るべき道だと思ってますでそんな連中だから腹が立つんですけども今回ね、うん、これに関しては外務省の皆さんじゃないや大使館の皆さんお疲れ様といい迷惑だなと私は思いますさあこの点まずどうなるんでしょうかねまだまだネタは出てくるかと思います